皆さんおはようございますイレスの佐藤愛ですそして今月も鬼活の時間がまりましたこの鬼活知らない方のために鬼の愛さんと一緒に朝活しようということで今日の今月のテーマはこれしなやかな背中イェイしなやかな背中っていうと何かこう何を指してるのかよく分かんないけどいい感じの響きな言葉ってあります <laughs> それの一つですよねでもしなやかな背中っていうのを実際にこう解剖学的に 見ていって、バレエテクニック的に見ていくと、ああ、このエリア結構レッスンで飛ばしてないかなとか、このエリアまだまだ上達できるんじゃないかななんていうことがわかるので、ぜひ一緒に勉強していきましょう。では、どうしたら背骨をしなやかに使えるまあ、背中って書いてあるけれども、広い面では背中だけれども、筋肉が柔らかくなるというよりは関節が動くっていう方を考えていくので、背中にある骨っていうことで背骨にフォーカスをね、置いていくべきじゃないですか。 辞書で調べてみると、こんな感じでいろいろとね、書いてありましたよ。例えば、弾力があってよくしなうさま。<laughs> しなうさまって、そんな日本語あったんだって感じだけど、しなやかっていうのを、経営詞じゃなくて同時にするとしなうになるらしいですよ。知ってましたか私は日本語が苦手です。次。えっ、ー、と、動きや様子などが滑らかで柔らかいさま。うん。姿勢などがなよ、なよなよして、なよなよして って読むの発音がわかりません。なよなよしてなよなよしてなよなよして,よよして上品な様、たおやかな様このしなやかっていうのを英語で調べて一番この日本語でね、使うしなやかな背中に当てはまる、えっ、ー、と、英語の言葉へ、単語を探すと、サポーっていう言葉になるんですね。で、サポーっていうのは、まあ、上にある、こういう意味もあるんだけど、その他に、順応性があるとか、素直、順応ななんていうね、意味もある言葉です。 毎回、この鬼活だったりとか、DLS のブログ記事を書くときに、こうやって、最初に辞書の定義っていうのを調べてる理由は、私がイメージするしなやかっていうのと、皆さんがイメージするしなやかってちょっと違うかもしれないじゃないうん。あの、ここにピンクのカップがあるか。これを、ベイビーピンクというのか、パウダーピンクというのか、ね、いろいろあるじゃないこの、色に対しての、あの、表現の仕方。今回の定義は、辞書でいくとこういう形でしなやかなっていうのが出てくるので、 私の考えじゃなくて、辞書の考えだとこうなので、それをバレエの時に当てはめると、しなやかな背中というのは、柔らかいことだけではないというのが今の辞書の言葉で分かったし、動きが滑らか。動き。だってバレエって動くからさ。だから動きが滑らかであること。この動きのクオリティも大事だということが分かってきますね。そして上品で美しい、たおやか。 上品じゃなきゃいけないわけです。<laughs> で、ダンサーの動きに対して素直に順応する。先ほど英語の言葉でサポーっていうのがあるよっていう話をしたじゃない。だからその順応性もね、ここで考えていかなきゃいけないわけです。背中柔らかく使ってとか、しなやかに使って、上半身大きく使ってだけじゃなくって、実際に動きのクオリティはというと、滑らか。途切れがない感じ。柔らかいだけではない感じ。あと順応性がある。 こう思ったらすぐにできる。時間がかかるとかではなくって、そういうところも、こういうふうに背中のところでね、大事になってくるんだということが分かりました。なので今日のトピックとしては、こういうふうな背中を踊りでね、舞台で使えるためには、もしくはレッスンで育てていくためには、何にフォーカスをしたらいいのか、具体的には何なのかっていうことをお話ししていくわけでございます。だけれども、解剖学的にこれをじゃあ背骨という関節に当てはめてみたときには、背骨の持ってる可動域が、 自分で使えること。だってさっきの言葉で動きが作らなきゃいけないとか、ダンサーの動きに順応しなきゃいけないっていうのがあったから。んで、思ったように動くのと、あと、滑らかに、上品に滑らかに動くっていうことが、自分で舞台で使えること。これができると、舞台で使える柔らかな背中、違う、しなやかな背中。だって柔らかいだけじゃないんだもんね。になってくるわけです。復習として、 うん。可動域って何だったっけっていう話をちょっとだけしときましょうか。だって今背骨の可動域をっていう話が出たからね。背骨の可動域まあどんな関節でもいいんだけど、関節の可動域っていうもの。動ける幅っていうものが関節にはあります。関節の可動域を超えると怪我します。関節の可動域最大可動域っていうのが、まあ体の構造と決まっていて、それを超えることはできません。はい。うん、あ、打球したら別だけど。打球したら別だけど。 例えば、手だったらね、こうやって動くとか、こうやって曲げるとか、これ以上いかないじゃん。どう考えてもさ。これ以上こうやって潰したら、私の、あの、手のひらを削って指が入るようにしなきゃいけないとか、<laughs> いくらね、練習しても、努力しても、エクササイズしても、これ以上いかないですよっていうところがあるわけです。で反対もそう。指もこうやって曲げたら、ね、押せば、人によってこうやって行くところがあるけれども、これ以上やろうとしたら、折れるでしょうん。 練習でどうこうできるエリアを超えるじゃないここまでしか行かないから練習でまっすぐだったらわかるけど、これ以上やったら折れるよね。<laughs> それが可動域。だから安全に踊るためには、もしくは自分の柔軟性を理解することとか、あと関節を健康に保つためには、可動域っていうのを知っておかなければいけません。英語で言うと、うん、ロムって言われるんだけど、ランジオブモーションとかランジオブムーブメント。ムーブメントとモーションも一緒だからね。 うんで。背骨のっていう話をして、その時に背骨の持ってる可動域をっていう話をしたから、背骨もちょっと復習しとこう。背骨っていうのは3パートでできていて、頸椎。これが下に書いてあるように、1、2、3、4、5、6、7個ある骨ですね。首のところにある骨。胸椎。胸のところにあるところで、1から10にありますね。これに全部肋骨がついてるっていうふうになってます。はい。腰椎。ナンバー。 これは5つあります。この上から7、12、5。これが背骨のところで、7の上についているのが頭蓋骨。12、違う。5の下についているのが仙骨っていう風になって、上から下まで背骨っていう風になってますよね。さあ、復習をしたところで、ポン。柔軟性と筋力が一緒になると、自分の持っている最大限の可動域を使うことができるということも頭に入れときましょう。 可動域関節の持っている動く幅関節動かすものは何か筋肉関節が動く柔軟性ももちろん大事だけれどもその持ってる柔軟性だろうが関節だろうが重力に反してでもいいし手の重さに反してでもいいしいろんな外部の要素に反して動く時には筋力が必要です なので、しなやかな背中を考えるときには、もしくはすべての動きなんだけどまあ今日のフォーカスは背骨なんでね。しなやかな背骨、自分で動かす背骨、もしくは舞台でダンサーが使える背骨を考えたときには、柔軟性プラス筋力の両方が必要になってきます。どっちか一つでも足りません。筋力がすごくあっても、柔軟性がなければダメだし、柔軟性ばっかり練習してても、筋力がなければそれは使えないわけです。OK? ーで、 ここにも書いてあるね。筋力がないと自分で思ったように滑らかに使えない。例えばグランバトナンでバンって足を上げることができても、滑らかにデベロップデバンしようとしたら足が低くなっちゃうだとかっていうことはありません。ね。だから勢いだとか誰かに押されて、もしくはレッグマウントしてできたとしても、舞台の上で使えるためにはやっぱり筋力が必要なんですよ。だって筋肉は自分で考えて動かせるけれども、関節は 骨と骨がぶつかるところだから動動けって言ってててて言も勝手に骨は動いてくれません。なので自分の意思で対応して動くためには筋肉が大事になってくるわけだよね当たり前だけどもう一つねここに書いてあって考えてほしいことはしなやかしなる背中とかっていうものっていうのはしなやかっていうのに、ね、折れることじゃないんだよね。 すべてがこう弓なりになるとか全体がイーブンに動くっていうことなのでしなやかな背中を考えた時に一箇所だけ曲がってたらそれはしなやかでもなければしなるでもなくて折れるですなのでしなやかな背中を手に入れるためにはもしくはしなう体 <laughs> どこでもいいんだけどを作るためには折れずにカーブを描くすべてが繋がって動くっていうのがすごく大事になってきます、はあ なので、エビゾルとかをしてる人たちを見ると <laughs>、またエビゾルに来ちゃいましたね。佐藤愛いエビゾルはいつ話が終わるんだろうかっていう話で、ね。ちなみに、あの、私、エビだけじゃなくて、甲殻類っていうのあの、カニとか、まあ、ザリガニは食べないか、ロブスターとか、イセエビとか、甘エビとか、ああいうの嫌いなんですよ。実は、海鮮あんまり得意じゃないです。<laughs> だから何わかりません。えー、何の話をしてたんだっけエビゾリの話。<laughs> エビゾリを例にとって考えると、腰だけで、こう、よいしょって反って、で、よく、あの、エビゾリの写真とかネットで見ると思うし、生徒がやってるのを見ることがあるかもしれないけど、横からね、背骨を見るとしなやかじゃないんですよね。腰で折れてて、肋骨前に押し出してて、で、後ろに首反っちゃうと疲れちゃうから、顎をこう中に入れてこう、ホールドする。目線まっすぐとかって言われるんでね。 そうすると背骨のカーブではなくって、どっかで変な方向に折れてるっていうことになってしまうんですよ。なので、今回のゴールであるしなやかな背中、しなう、滑らかな動き、順応性があるとかっていうのを考えると、うん、折れちゃダメなんだなっていうのが、私じゃないよ。辞書が言ってるんだからね。わ <laughs> かりますよね。うん。背骨ってね、実はポテンシャルがすっごくいっぱいあるんですよ。先ほど見た3つの、あの、セクションがあったじゃない 首の部分、胸の部分、腰の部分。で、それだけでも骨の数がたくさんあったよね。7、12、5。ってことは、それぞれにたくさん関節があるわけです。で、それらすべてを、先ほどお話ししたようにね、一箇所だけ折り曲がるじゃなくて、全部を使うことができたら、すごく大きく背中が動けると思いませんか単純な計算よ。これ別にあの、解剖学的に正しい角度じゃないけれども、みんながわかりやすいように。 腰で10折ります。あの、10度折りますってことね。10折ります。で、首で10折りますってして20作ったとするじゃない。でも同じことが背骨1個1個を、例えば2度とか3度とか曲げるだけで超えられるんだよね。計算すると。5、4、3、2、1、12、7。それらすべてをこうやってちょっとずつちょっとずつちょっとずつって開けてったら、1箇所10度頑張ろうじゃなくても、 もっとたくさんの背骨が動けるわけ。背骨がたくさん動けるわけ。<laughs> 背中がか反れるわけ。例で言うとね。なので、例えばシルクドソエイルとか、コントーションとか、そういうふうに背骨を、何、どうしたのこの人みたいなふうに <laughs>。使うときには、そして治療科の面で見ると、一箇所だけで折れてないか、そして全体動いてるか、で動きづらいところはどこか。 なんで動きづらいか。そしてそこを治療したりとか、リハビリするっていう風にして、背中の疲労を取ったりとかするんです。私は実際にシルクドソレイユで裏で働いたことはないんですが、私が働いていたクリニックに、あの、勤めている人の中には、シルクドソレイユと一緒にツアーに回ってた人もいるし、あと、サーカスで働いていた人もいたので、その人たちと話をするときに、やっぱりこのダンサーとの、あの、柔軟性を比べたりとかする話をすると、 その人たちが目標にしているのはやっぱり普通の人以上の柔軟性をどうやって手に入れるか。先ほどお話ししたように可動域には終わりがあるけれども使ってない可動域を全部使うことができたら体がたくさん動けるじゃない。なのでそういうところにあの考え方をシフトチェンジしてで体を育てていくっていう風にするんですね。まあこの内臓を見てる人であの将来サーカスに行きたいっていう人はいないと思うけれどもいたらそういう風にトレーニングしてね。 バレエでそこまで使わないけど。んで、背骨にはね、今お話ししたようにポテンシャルがたくさんあるわけです。なぜかって言ったら、動く場所、関節がたくさんあるから。んで、それだけじゃなくって、基本の動き以上、たっぷりいろんなバリエーションが、あの、数学ができると方程式が、<laughs> 私はできなかった。俺のために頑張ったんだけど、うん、それ覚えおいて。背骨にはたくさんポテンシャルがあるんです。基本の動き以外にたくさんできるんです。でも、基本の動きって何かを先にお話ししてからまた戻ってこよう 背骨の基本の動き、屈曲フレクション、進展、エクステンション、側屈、右も左もできますよ。そして、回旋、ローテーションも右も左もできますよ。ということで、背骨の基本的な動きっていうのは、6個あるわけね。1、2、3、4、右、左だから。5、6、6個。ね。で、これを実際に体でやってみると、ぜひ、あの、お仕事場で、こっそり見てる人じゃなければ、お家にいる人であれば、 あと、電車の中もやめた方がいいと思うけど。屈曲っていうのが丸めること。ねこっち。伸展っていうのが後ろに反ること。こっち。側屈っていうのが横に曲がること。こういうことね。回旋っていうのがローテーションすること。こういうことね。分かったこれが背骨の基本的な動きです。うん。んで、この、この動き。 だけじゃなくて背骨ってもっともっとたくさんできるんだ,だけれども、例えば、二つの動きを混ぜ合わせる。例えば、屈曲と進展。混ぜ合わせてみようか。首でやった方が、また小し下見えないから。<laughs> 首でやった方がわかりやすいと思うので、今日は例で首でやるね。今お話しした、これが屈曲。これが側屈。この二つを混ぜ合わせると、屈曲プラス側屈ができるわけ。できた 1> 私一人でやってたら変な人になっちゃうんだから大丈夫。屈曲と側屈を側屈、屈曲、一緒にすると、側屈屈曲でもいいし、屈曲側屈でもいいんだけれども、できるよね。うん。ちょっと間違えちゃった。こうするとローテーションになっちゃうから、屈曲回線もできるし、伸展回線もできるし、伸展側屈もできるわけ。屈曲と伸展は、 プラスマイナスゼロになっちゃうから混ぜ合わせることはできないけど、進展とか回線とかは混ぜ合わせることができます。うん。で、それ以外にも3つの動きを混ぜ合わせるっていうのもできちゃいます。屈曲、側屈、ローテーション。側屈、ローテーション、屈曲。側屈、ローテーション、進展。 みんな私の鼻の穴しか見えてないよね、上を見てたら。<laughs> ということで、3つの動き、今分かった言ってることは。通じたでも。<laughs> を混ぜ合わせて、いろんな方向に動くことができるわけ。でもまだ背骨にはポテンシャルがあるわけです。うん。どこだっけここ。エリアによって別の動きをする。3つあるって言ったよね。1、2、3。だから今首で練習したけれども、胸もそこにつけてみたらどうなのか。例えば、 胸をローテーション。胸椎をローテーションして、首を反対にローテーションして、これでも動きになるわけだよね。それってバレーで言われる黒ゼとか f スの時につける首にならないこっちはこっちに回り、こっちはこっちに回るっていう反対方向、ねじるみたいな動きが入るでしょそれっていうのは背骨のワンエリア、セクションを動かしてて、反対をワンセクションに動かしてるんだけど、例えば、ひよい、ひよい、 プラス、少し進展。デボれのポジションっていうのができるわけですよ。今の分かったクロワゼで立っていて、体の方向が斜めにするとするじゃないでもこのままだとダメだから、少し上半身使うよね。ちょっと胸椎ローテーション。腰椎から回らないから。胸椎ローテーション。でも顔は反対側につけなきゃいけないでしょだから、頸椎ローテーション。 でもそれだけだといけないので、踊ってる時、舞台のほら、上の方のお客様を見なきゃいけないって言われるじゃない。そうすると、ここで、進展少し。ローテーション、進展と、でも反対の部分、他の部分は他の動きをしてる。で、腰も他の部分にしててもいいわけですよ。例えば、出番に足上げてたりとか、アロベスクに足上げてたら、腰の部分は変わるでしょ。うん。だから背骨ってすっごいいろんな方向に動くんですよ。計算ができないのが残念だけど。<laughs> で、エリアによって別の動きもしますが、もう一つ、エリアによって可動域を変えるということもできます。例えば、首は最大可動域を使う。でも、胸椎最大可動域だと、肩が今度前に来ちゃうから、そうはしないので、胸椎は、うーん、50%くらい首 100%? で、進展も、 完全進展しちゃうと後ろ向いちゃうから怖いでしょ舞台でそんな首の人がいたら。なので少し進展になるじゃない。だから20%ぐらいの進展。もし皆さんが踊ってるところが3回まで舞台があるんだったらもう少しその進展の角度が変わるだろうし、お客さんがフラットのところにいる舞台で踊ってるんであれば首の進展がそんなにないかもしれないし、うん。なので可動域も可動域イコール毎回最大使わなきゃいけません。ではないので、 20%可動域、五50%ー働動域75、100? とかっていう風に変えられるわけです。みんなが思ってる背骨の柔軟性しなやかな背中っていうとみんななんか反ること腰だけとか考えがちなんだけれども、そうじゃなくって、もっともっとたくさん動くわけです。で、そのエリア、練習してない人たちがたくさんいます。 これは DLS のオンライン学校の表現力セミナー、子供たちの、ね、子供たち、ダンサー向けの表現力セミナーでもお話ししてるんだけれども、首を正しくつけるっていう練習、初心者でもバーからやるじゃない。例えば、横を見ましょうって言われたりとか、45度、横を向く、完全に横を向いて、うん、単縮するときとか、出番にするときにこう横に顔つけるとかって練習するでしょなんでそれ練習してるかっていうと、それって早く、 やるとね、ピルエットのスポットになるんだよ。<laughs> なんで吸ってって思った。胴体に対して首のローテーションっていう動きっていうのは、首そのままだったらボディはこっちに行くわけだよね。だからピルエットのスポットっていうのが、センターから始まって、45度行って、ここで完全横向きっていうのが入って、くるんって早く本向を変えるじゃない。で、ピルエットになる。 で、それ回る前から、45度、横に顔つける。その時に胴体がブレないっていう練習をしてるわけだよね。この部分は先月の鬼活でもちょっとお話ししたと思うんだけど、カタカタ腰腰のボディのスクエアを保つっていうのはどういうことかっていうのを勉強したじゃない鬼活で。で、ボディコンサークルで今やってる人たちは、四つん這いで首つけたりとかっていう、いろんなね、エクササイズを私と一緒にやってると思うんだけれども、みんな柔軟性っていう、もしくはストレッチっていうと、 反ること。<laughs> 前に倒れるか反ることしか考えてないんだけれども、さっきお話ししたようにね、背骨っていうのはいろんな方向に動くわけだ。どれだけ蝶座で前に行きますか背骨まっすぐのままでやるか、屈曲しないじゃん。どれだけ後ろに反ることができました進展してるよね。あれ、の練習はどこ行っちゃったの回線の練習どこ行っちゃったの背骨しなやかに全方向に動かしたいんだったら、だって踊るとき 3D 出し人間だからだ。そういう練習もしなきゃいけないんじゃないかな、なんていう風に。 思っていただけると嬉しいな。ということでじゃあしなやかな背中を手に入れるためには何をしたらいいか先月勉強した鬼活の「カタカタコシコシスコアや体感 <laughs> 早口言葉みたい3回行ってみようこれがまず最初にできているという前提でなぜかってだって背骨が入ってるとこ体感なんだもんね <laughs> で、その強さがある、それをまっすぐに保つ、その子を重力に反して保つことができるという前提で、動きがこうやってたくさんあるから、練習するときは、まあ、すべての練習だと、もうそうなんだけれども、自分の弱点を練習するというのを考えると、動きづらいところの練習と、動きづらい方向の練習、この2つが大事になってくるわけです。おコメントが来てる。 オリコンサークル参加してます。イエーイお。お帰りなさいませ。おはようございます。昨日お疲れ様でした。しなやかな背中を手に入れるためには、まず第一に体幹の強さ。絶対。なぜか、そこに背骨が入ってるから、カタカタ腰腰。その後に、もしくはそれとともに、動きづらいところの練習と、動きづらい方向の練習。この動きづらいところっていうのは、上から見たね、頸椎、胸椎、 腰椎の自分に対して苦手なところの苦手な方向右と左の違いだったりとか屈曲と進展だったらどっちの方が苦手だとかそういうのがあるじゃないで得意なとこだけ練習しててもそこがもっと可動域が大きくなるとしたら折れちゃうだけになっちゃうのでね線でいったらさでしなやかな背中っていうのは弓なりになるカーブを描くっていうことを話してたのを考えると全部のエリアンが 同じように均等に動く必要が出てくるから、うん。苦手なところを理解して、苦手なところの練習をするというのが大事になってきます。だよね。もちろんその時に踊ってるので、私たち。<laughs> 動かしたいところと、そうじゃないところのアイソレーションもできなきゃダメなんですよね。アイソレーションというのはどういうことかというと、例えば胸椎だけ動かした時に腰も一緒に来ちゃわないとか、 首だけ動かした時に胸にも影響が出ちゃわないとかそういうことまあ踊ってる時に背骨が全部一緒にいつも動いてるわけではないので例えば強いお腹の部分腰椎の部分をホールドしつつ上は大きく動くカンブレでリエルだったりだとか胸の半分までは胸椎の7番8番まではそのままだけれども上半身の動きを変えることで大きく動いているように見える例えばレッスンで使う 体がカンブレでバンしたりカンブレでリエールしたり少し動くよね。もしくはサーキュラーフォールブラでも OK。そういうこと。動かしてるところと動かしてないところのを分けるっていうのかなアイソレーションができる必要が出てきますよね。ではここで一緒にライブの時にそこが、そことここで <laughs> やってみようじゃないですか。首だけで自分が苦手な方向がどこなのかを確認してみましょう。OK? 屈曲。 進展側屈、回旋この動きをやってみて、どれが自分にとって苦手だったかっていうのを、ぜひコメントで教えてください。私も一緒にやってみます。そっちが、これは空曲。空曲って言った時に首下に落とすじゃなくて、背骨全部丸めるから、それも覚えといて、二重顎みたいな感じ。これ、今100人以上の方々が見ていて、見てくださってて、この後 YouTube とかにアップされるんだけれども、私もここで一緒に二重顎をするから、一緒についてきてくださいね。 首だけ落とすんじゃなくて全部を考えると首の7つある7つある <laughs> 背骨を屈曲させる丸めるあをちょっと中に引いて二乗号にして下に下げるで二乗号を戻してくる私今やったら左の方があの左の方が硬いなっていうのを感じたんですね左右今度は進展 心肩もガクッと落とすんじゃなくて全部考えてみて。同じように。まあ、多分ごめんね。みんなは鼻の穴しか見てないけど。<laughs> 上を向くときもコントロールして。全部の背骨一箇所だけじゃなくて。動かすように意識して後ろに沿ってみる。で、戻してくる。ここで私が感じたのは、弱いな。なんか落ち、落ちちゃいそう。 コントロールもっとしないといけないなっていうふうに感じました。皆さんはどうでしょうかで、次。側屈。これ苦手なんだよね。肩こりしてる人は特に。本当はもっと行くはずなんだけど、全然行かないよね。<laughs> 戻ってくる。反対。あー、こっちも痛い。戻してくる。どうでしたかサ右ズありました 私は自分のことを画面で見てないので、皆さんの方が多分、あ、愛さんこっちの方行ってないな、なんていうふうに分かってくれると思うんだけど。じゃあ最後、ローテーションしてみましょう。髪の毛が邪魔だ。反対。あ,あ、こっち行かないね。戻してくる。いかがでしたか ということで、私個人としては、進展がとても弱いということが分かったので、強化が必要だなっていうふうに感じたのと、あと、即屈して、即屈全然できないから柔軟性も必要だなっていうのがそこで感じたのと、ローテーションは左が全然いかないなっていうのが分かりました。皆さんはいかがでしたかぜひコメントで書いて教えてください。私はちょっと待ってます。皆さんのコメント <laughs> もちろん、今のだけでは基本の6個の方向しかやってないので、 それを胸椎でも頚椎で違う。腰椎でもやんなきゃいけないんだけど。左の側屈と進展が硬いです。うー、んうん。どれも苦手かも。屈曲が一番辛いです。ああ、バレエの先生結構いるんですよ。あの、背中まっすぐに引き上げて経営の人は、実は屈曲とても苦手だったりするのね。なので、屈曲が苦手だから結果としてパソコンとかするときに、こう落ちてしまう。ここがまっすぐのまま前に落ちるっていう姿勢になってしまうことも多いですね。どれも左が硬いです。うー、んうん。 そっか、じゃあ左の全体ももしかしたら見ないといけないかもね。回線は左右差があります。確かに。で、この回線に、私もそうだったけど、左右差があるっていうのが分かったら、ピルエットが苦手なんじゃなくて、もしかしたら、スポットつけるのが苦手なのかな、なんていうふうに分かりますよね。うんうんうん。屈曲は右が苦手、進展は首がガクッと打ちそうなのでコントロールしなくてはと初めて気がつきました。そうなんですよ。この首のこれ、結構難しいでしょう。 でもバレーの動き、確かに首は横につけてるけど、でも、進展プラスローテーションなので、進展部分の練習ももちろん必要で、それが多分できないから、腰から沿って首を守ろうとする動きができちゃったり、カンブレーするときに息ができなくて止まっちゃう <laughs> ってなっちゃうようになってしまいますよね。もしくは、アラベスクで首だけなんか変いない。意なんか、どう、なんでいけないのかわかんないんだけど、首のラインがこう、ね、カーブされてない。しなやかな背中になってる。 こういうふうに首だけでも、7つだけでもいろいろと分かったと思うの。今のが7つだけのちっちゃいこのセクションだとしたら、胸椎のところはもっとたくさんあると思うし、腰椎のところ体重が乗ってるからね、筋肉のほらバランスの違いって、ここよりもお腹の方が筋肉たくさんあるでしょ。だからその部分でもいろいろ分かると思うんです。反るっていうと後ろな感じが体ではしてしまうけれども、丸める動きも大切じゃない。折るだけじゃなくて、しなう背骨。横もそうなんだ。 あ、これもやっとこうか。これすごく苦手な人たち。特に体の柔らかいダンサーたちは、サイドであの固める癖があるので、手を頭の上に置いておいてもらって、こうやって、<laughs> いなくなっちゃったから。<laughs> 横の側屈、背骨全部の側屈やってみると、左右の差があると思うのと、あと首行きづらいなとか、腰は行くけど、胸椎のところの側屈があまりできてないななんていうのも発見すると思いますよ。側屈すると、 例えば私もそうだけどこっちの手が前に来てしまうつまり側屈ができないからもっと下に行きたい気持ちをローテーションっていう他の動きでカバーしちゃってる可能性もあるのでうんバレエの時はサイドにね行く動きバレエスの一番最初のプリンの時ぐらいしか出てこないじゃないたくさん必要なんですホンはもちろんバレエの時は完全に真横じゃなくて少し手が前に行くとかってあるけれどもそれをエクセササイズで入れる方法はできないかなとか考えることができませんねということで しななやかな背骨を手に入れるためには体幹の強さはもちろん大事だけど今みたいにね動きづらいところや動きづらい部分を理解してそれの練習をたくさんしてあげてください。でアイソレーションももちろんバレエをするためには大事になってきますよじゃあこの今お話ししてきた背骨っていうものをエクササイズじゃなくってほらボリコン出られないしってレッスンでやりたいですっていう場合ではあればこれを考えてみてください。 どの方向にどの部分の体が動くのかを全ての振り付けで考えてみましょう。時間がある時には特に。バーレスも特に。で、正しく行ってるかやってみてください。ズルしないっていうのは今私がやったように、カンブレアラセコンドに行ったらこっちだけ来ちゃうとか、本当はローテーションして第4アラベスクに行くのにローテーションが苦手なので反ってしまう。進展が入ってしまうとか、 うん。なので、背骨の動きが分かったら、どっちに嘘ついてて、どういう風にやってるのかっていうのが見えてくるはずですよね。ズルしないんでね。あと、今できる部分を使い切るっていうのもとっても大事。特に、足を高く上げなかったら背骨使わないとかっていう風に思うのではなく、完全に首がちゃんと横についてるからもそうだし、上動かした時に全部じゃなくてね、アイソレーションはするけれども、今私ができる完全なところを 使い切って体を作ってるのかなっていうのは確認してあげてくださいね。特に早い動きになると体固めてきちゃうじゃないそれも気をつけて。ヒントとして、これすっごく大事。この部分、バレまだ始めたばっかりだから、どのアンシェルマンには、どのパがどの動きに行くのかわかりませんっていう人も、これはできる。背骨のウォームアップをちゃんとしてくださいませ。どれだけ背骨が大事か。背骨怪我したら、マシ麻ひしちゃうじゃない体が。 神経通ってるからさ。まあ、全部、体の全部に神経が通ってるけど。うん。それは置いといて。なので、背骨、とっても大事です。だけれども、皆さん、バレエの前のウォームアップというと、なぜか知らないけれども、股関節周りしかしないんですよ <laughs> ああ、嘘。ストレッチとふくらはぎもやりますかね。足首とかもしますかね。下半身たくさんやるよね。上半身無視するよね。うん。だから、<laughs> これだけ、背骨にはポテンシャルがあって、 たくさん動いて、たくさんいろんな方向に動いて、いろんなバリエーションで動くというのが分かったら、ぜひ、皆さん、これからのウォームアップに背骨を動かすというのも入れてください。この時の背骨を動かすというのは、進展だけやってれば OK ではなくて全部です。うん。で最大可動域、腰だけではなくて、すべての方向に、すべてのエリアをです。もしくはアイソレーションの練習が必要かもしれません。苦手なところをやるってやつです。もし、 レッスンでいつも腰に座らないでとか背骨引き上げてって言われてるのであれば背骨腰の部分のエクササイズもマップよりは他の部分をもう少し動かした方がいいのかもってわかるかもしれないよね今首が硬いっていうのがわかったり左の側屈が弱いっていうのがわかったらそっちを十分レッスンの前にやってあげることでレッスンの最初のエクササイズ最初のタンジや最初のプリエが始まるときにはある程度体がイーブンになってるところから始めたいでしょ ウォームアップはとても大事です。だからぜひ背骨のウォームアップも入れてあげてください。うん。おまけ。今日の話ではないですが、おまけとして、これも一つ。もし皆さんが足を高くレッスンの時に上げたかったら、背骨の柔軟性は絶対に大事になってきます。自分で膝を伸ばして足を上げるとき。 つまりデベロッペではなくてルルベラン、アチチューシじゃなくて膝を伸ばした形で自分で足を股関節から持ち上げて上げるとき、他の部分を全く動かさなかったら、出番には60度から65、アラセコンドには45、デリエールには15にしか、15度しか上がりません。デリエール15だったらアラブレスクになってないじゃん。ね。じゃあそれ以外の部分はどこから来るか。股関節の柔軟じゃなくて、 関節のもも最大限使ってはいるけれどもそう骨盤と背骨の動きが足を上げるアシストをしてくれてるわけです一番分かりやすいのが荒瀬コンドに上げてるダンス足をね高く荒瀬コンドに上げているダンサーの写真でも今度探してみてください骨盤はこうやって荒瀬コンドにはなってないはずです骨盤が こうなって、持てるかなよしアラセコンドになってるはずです。つま先どっちこっち。つまり、腰椎の、今演習してね、側屈ができてないと、アラセコンドに足を高く上げることは不可能になります。すべての方向で言えることだけど。なので、 足を高く上げたかったとしても背骨の柔軟性はとてもとても大事になってきます。しなやかな背中、レッスンで手に入れたかったら自分で熱の時にね、何をやってるのか考えることとウォームアップをぜひ取り上げてください。エクササイズや自分の自主練でやりたかったら体幹の強さは絶対です。なぜかって言ったら体幹のところに背骨が入ってるからです。でもってそれとともに苦手な方と苦手なエリアを練習してください。 すごく当たり前に聞こえますが皆さん得意なところからしか練習しないので踊ってる時は特に得意な方しか使わないから実0練類の時に苦手なところ練習してあげないと、ね、いけないよね。ということで今日のお二方しなやかな背中どうしたら背骨をしなやかに使えるのかということに対して皆さんの方で理解が深まっていただけましたでしょうかそして背骨ってすごいんだなっていうことも分かっていただけましたでしょうか ぜひ今日のレッスンやこの後もしレッスンがあるのであればウォームアップからちゃんとやってくださいね今日あのいろんなところで春のセミナーのスケジュールを発表させていただきましたチェックしていただけましたでしょうかそちらでももっとこうやって <laughs> マニアックにエクササイズの話だったり解剖学の話だったりどうやってレッスンとつなげるのかの話をしていきますのでそちらも是非チェックしてくださいねでは 今月のお目かつはここまで。来月もまた4月の15日、同じ時間9時半に、このインスタライブの方で私と一緒にお目か海の愛さんと朝活しようで勉強していきましょう。バイ